当にご協力、多くのご協力により、このクライマックスを迎えることができました。司会は私、豊島明が務めます。地元横浜のプロバスケットボールチーム横浜ビーコルセアーズの MC を務めさせていただいております。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。最後まで走っていきましょう。さあ今日はですね、本当に早い時間から、お越しいただいて、お待ちいただいた方もたくさんいらっしゃると思います。まだまだ元気残ってるよという方手振ってください。すごいですよ、皆さん の手がたくさん見えて合唱隊がざわついております。では準備ができている合唱隊の皆さん手振ってあげましょう。はい、よろしくお願いします。さあということで、このようにですね、本当に横浜開港祭というのは大きなお祭りです。このお祭りが開催できるのはご協賛いただいた多くの皆様、そして出演者、ボランティアの方々、そしてもちろん集まっていただいた皆さんです。本当にありがとうございます。でここからはですね、合唱隊の皆さんが、歌をお届けするのはもちろんですが、会場全体で一つになってこのお祭りを作っていきます。皆さん最後までご協力をよろしくお願いいたします。さあそれでは2018横浜銀行ドリームオブハーモニー、そしてお待ちかねコカ・コーラ・モトランジャパンプレゼンビームスペクタクルインハーバー、最後まで楽しんでいきましょう。ではここで第37回横浜開港祭実行委員会坂倉実行委員長にお話を伺いたいと思います。実行委員長お願いいたします。講座してきていただきました、お願いします。皆さんこんにちは。今年の第37回横浜開港祭実行委員長の坂倉健です。横浜市民の皆様、これよりたくさんのご来場いただきまして本当にありがとうございます。今年は市民が作る世界に誇れる港の誕生祭というテーマのもと、世界中の料理、世界中のお酒、世界中の音楽を、提供するすべくですね、準備を進めてまいりました。楽しんでいただけるでしょうか。無理やりですみません、ありがとうございます。これからですね、横浜銀行プレゼンツドリームオブハーモニー、そしてコカ・コーラ・ボトラーズ・ジャパンプレゼンツビームスペクタクルインハーバーが開催されます。ドリームオブハーモニーは安室奈美恵さんの三味線向こうの曲を市民の皆さんと一緒に歌わせていただきます。そしてビームスペクタクルインハーバーについては、なんと日本初のということで、音と光とレーザーと花火と、今は教えません、もう一つの演出を加えた新しいビームスペクタクルインハーバーを今回は、完成させていきたいと思います。ぜひお楽しみに、よろしくお願いします。その秘密はいつ分かるんですか。いや、その後知らない方がいいと思うんですよね。そうなんですね。お楽しみに、多分楽しめると思いますので、はいはい、では皆さん楽しみにしてください。さあそして実行委員長、改めてこのご来場いただいた皆さん、ご覧になっていかがですか。私たち昨年の6月10月頃から準備を進めてまして、本当に海であったり、そしてもちろん皆さんという人であったり土地であったり、いろんな魅力があると思うんですが、そういうところをみんなで共有できるような風に、そうですね、今年も本当にたくさんの横浜市民のボランティアの方に、実はもうこの会場の中、そして会場の外も含めて、もう400人、500人の方が、ボランティアとして、参加をしていただいてます。ぜひですね、お祭り終わった後に帰り道で、そういうボランティアの方が頑張ってる姿にいたらですね、お疲れ様って一言かけてあげていただけると、まあ、これ市民祭ですので、本当に皆さん喜ぶと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ではこの後も実行委員長一緒によろしくお願いいたします。ありがとうございます。では続きまして、いつもは横浜市林文子市長に
ご登壇いただいておりましたが、本日は公務のためご欠席となります。ご名代として横浜市荒木田由里副市長にご登壇いただきます。副市長よろしくお願いします。ダメ、ダメ、ダメ、